ええ、はい、そうです、妻です。妻の素行調査を、ちょっと待ってよ、できっこないよ。セックスしようって言ってるんじゃないんですよ。もっとやりたかったことをやれと言ってるんですよ。無理よ、やっぱり。自分の部屋ではいつもしてんのに。いつもなんかしてないわよ。一回だけしたのはあなたが。じゃあ、あなたは今年の梅雨に限ってなぜ突然そんな大胆なことをするようになったんだろう。始まったんですよ。できないと思うからできないんですよ。人目なんか気にしないで、逆に見せつけてやればいいんですよ。そうすれば写真は戻りますよ。つけてないでしょうね。一人でしたのと同じ格好だって言ったでしょ。それじゃあ、いよいよ電動こけし買いに行きましょう。